今回開幕するのはこれはね、ポケモンじゃねえ、ポケモンじゃなくて、フータの、僕のヒーローアカデミアの映画、ヒーローアカの映画ですか。これはシールが入って、おまけのシールが入ったやつだね。全16種。リキラキラシールが1枚入っと。全16種な。これ、ラインナップ入ってないって感じか。感じだね。パッケージはテクトシガだけか、ね。では、早速、開封する準備をしますね。開封する準備ができたから見てみようか。では、最初のシールは、めっちゃ奥の方入って、奥の方に入ってた。そうだ、ゆっと。あ、意外にちっちゃいな。ちっといな、これは。霧島やな。霧島が出たな、これは。よし、入った。完全に霧島エイジよね。個性発動状態か。ね、裏面には、こういう感じで。ビーダー100が、このシーンが使われたよね。111、121話のヴィランの年号英雄戦ってやつか。彼らし、これの話は見てないな、俺はな。見てないんだよな、俺は。感じだね。はい。次のやつは何？お、お茶かよ。お茶こが出たけど、裏面はね、なんかこういう感じで、狭い、洗濯バージョンと。で、見る感じ。あ、これも一緒か。121はさっきと一緒の話の話か。どうせっていうね。なんか、人を助けるシーンか。これはちょっと見たことあるな、見たことある気がする。多分。じゃね。で、次のシールは、雷電気と。これは、あれか。試験なんですかね、このワンシーンは。多分。面は、汗を流して、あ、じゃあ、そうだよ、多分、センターの受験のやつだと思うんけど、多分。違うっぽいな、何もこれが出てるってことは。でも、受験をと前やな、確か。だから、まあ、戦闘シーン、戦闘のやつか、多分、ヴィラン、ね。あね、多分、見た人は分かると思うけどね、多分。感じだね。で、次のやつは、トドキくんやね。よいしょ、トドキ。これは何本なんていうかな、これは。同じ、ハメボルテージってこと、あれが。118は何シーンわかんねえ。あれ、タビが正体バースの118はだっけ。どうだったっけな。まあ、わかんない。覚えてないかな。で、次の、ミニムか、ミニロ、ミニロか。125だから、あと、最初、結構、後のシーン、後々の話か。感じで、こういうシーンも、一、わかんない。漢字がダメね。25からだよな、終わった、戦闘が終わったシーンやと思うけどな。学校のあたりからでも多分、渡ってるってことは、どうなの？で、ラストは、つゆちゃんか。つゆちゃんが出たラスト。ラスト、これ何のシーンやの？これは、裏は何？こういう感じだね。戦闘の方は、裏は、と。118はまた118か。これ何のシーンや？子供を助けてるシーンやから、どうだ？病院の後か？どうなの？まあ、ラストは強いじゃんね。最後に出たつむかみようか。とどろき君で、ミリオネ、ミリオくんやね。で、雷さん、お茶子、霧島、鉄じゃね。こういう感じやね。
アットグラムってこのお名前だけど、何話何話って書いてもね、たぶんわからん。何話のまあって書いても、もう正直俺わかんない。俺そこまで詳しく知らんからな。でもあれやろ、結構視聴者は何話ってし、このし裏を見た瞬間に何どこなのシーン、裏面のこのシーン、この映像か、画像か、見るだけで、こういう何話の、こういう何話のタイトル何で何とか真実って言うんだよな、多分。そりゃそうんだよな。そこまで覚えられねえもん。ほんまに。そこまで記憶力はない。お前、すぐ忘れるからな、俺は。まあね、まあ、結構ね、原作では結構、原作の方は結構、ええシーン、ええのとこ行ったみたいしな。アニメは今どこ？アニメは今どこ行ったの？多分今日放送されてるやつがどこのシーンなのかどうかなんけど。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらね、この動画の評価とかコメントの方もよろしくお願いします。あとはね、この動画以外にもたくさん動画がありますんで、それもよかったら見てくださいね。まあ、最終的にはね、このチャンネル、もちょちょチャンネルの登録の方もよかったらお願いします。それじゃあ、また次の動画で。